はい、妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。今あのインターネットを使ってマルチでやってるんですけど、前回ねこのメンバーで歌舞伎ロイドと戦って倒してしまいました。なんでこの勢いに乗ってあやとり様をね助けるんじゃないやっつけていきたいなと思います。さてあやとり様と戦っていきたいんだけど、持ち物はおにぎりとね身代わりパペットかな、名前あんまいいのなかった。さあスタ勝てるかな。なんかあやとり様すんごい強いイメージがあるからさ、歌舞伎ロイドはまあ普通になんとなくねやっつけちゃったんですけど、で今マルチでやってるんで普通だったらこれスキップするんですけど申し訳ない、実はこっそり YouTube にね、投稿するんでスキップなしで。さあいっときましょうか。あんまね戦ったこともないから戦い方がよくわかんないんだよね。あっと危ねえ、この竜巻のさ避け方が、あやっぱさこれ歌舞伎ロイドより全然強いわ。避ける、あでもなんとなくね竜巻の避け方は分かった。うわちょっとみんなやられるの早いな。おいちょっと待て、避ける、みんな避けて、さあ復活。わだだだだだだだ、うわ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 、おい、あ復活したかみんな。さあこの目玉をねちょっと狙っていこうか。よし1個壊した、1個壊した。おこの竜巻の避け方がねちょっとよくわかんないな。避ける、あぶねえ。あちょっと味方やられてんな。ちょっと助けに行くか。あっよし復活、オッケー、ようやく殴ることができる。よし左の目玉狙おう。うわーちょっと竜巻厳しい。うわーちょっとやばい、やっちまった。よし1個破壊したぞ。避けてのこれやばいな、これやっぱ。あーこの竜巻の受け方、ちょっとよく見てないと。あーじゃあまずい、うわちょっとおいこれあれだな、多分あのマルチじゃないと勝てないんじゃないかな。コンピューターこんなにさ複雑な動きできないと思うから、ちょっと早くこれ壊さないと。よし壊した、ダウン奪った。あげあげは回復してほしかったんだけど。おっと、うわ来た、うわこれ避けられない。あそこ行けば避けることができたんだ。あそうかそうか、来世で会いましょうって避けることはできるんだね。申し訳ない迷惑かけた。おっとお、なんだそれ、何やった。うわーっとそうかそうか、あの蜘蛛の巣みたいなやつに触れると足が遅くなるのか。おーし壊した、うわこれまあでもレベルが高いっていうことが、あここだ、ここ、うわ、あともう少しってとこで食らってた。よし一個壊した。なんだ、何ピーコン言ってるけど、あこれを壊せってことか。よっしゃー、まだ一個ある。ほらよしダウンした。うわーいやこれはいける、これはいけるぞ。いやだだだだだ
あーこの下の、あーこの蜘蛛の巣邪魔すげえ。ちょっとさあ目玉を壊そう。うわ、どれだ、目玉壊れてないの、どれだ、これか、また来るか。よしよし、あ、もう終わったんだね。ほら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 、よし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 、避ける。避ける避ける、あとこっちか、ちょっとまたで壊そう。これはおら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 、よし、こっしゃー、あと足が遅い。あともう少し、よこしいった、勝てた、初めて勝てた。出よう。僕以外の人たちのレベルに関してはね、正直わかんないんですけど、ただこのマルチのランクに関しては僕が一番16ランクで上なんで、おそらくねレベル70前後ぐらいだと思う。僕がレベル75なんで、やっぱね、そうだね、あのレベル70ぐらいないとこのあやとり様は倒せないかな。一応倒したけど、結構ダメージ食らってたもんね。俺とかも。いやー、倒せたよ。よかったー。オロチに関しては、レベル75なんだけど、他の、僕の今の使ってるメンバー、キュービとか、ババンとかね。まあ、レベルが、そう、60ちょっとぐらいしかないから、まあ、レベル上げ結構時間かかるかなと思ってたんだけど、勝てた勝てた。来た、お大当たり。あやとり様のあやつり糸ね、手に入れた。オッケーオッケー。で、あんなクソ強いやつをさ、やっつけたのに、鬼玉たったの1万2000しかくれないんだ。おお、今日はお前らにグレートなニュースがある。申し訳ない、ちょっとスキップしないよ。あやとり様を倒したことが功績として認められて、バスターズ協会本部から特別ボーナスが出たであります。にゃ、いつもの流れにゃんね。今回は何でしょうかね、楽しみでおいっす。見ろ見ろ、これがその特別ボーナスだ。あ、なんかね、あるね、なんか、屋上がランクアップ。あ、なるほど、福ガシャが、うっそ、ここで福ガシャが出てくるんだ。ビクトリア、こいつはマジでグレートなガシャマシンだ。ナメクジ軍曹、説明よろしく。ラジャーであります。福ガシャとはここでしか手に入らない妖怪がいるのは当たり前。とにかくいいものしか出てこない、まさに夢のガシャであります。お、なんだか想像以上にすごそうにゃ。気をつけろ。ただし福ガシャを回すには確かにね、福コインっていうのが必要なんだよね。あー、ちょっとみんな待ってるね。福ガシャでウィスか、早く回してみたいでウィス、楽しみにゃん。はい、すいません、お待たせしました。ということで次は何のクエストやるんだろう。オーケー。はい、まあ今回はちょっとキリがいいんで、ここでおしまいにしたいなと思います。